はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、みやたんです。今日はトレーラーのことについてね、ちょっとお話ししていきたいと思います。はい、これからね、まあ教習所通ってね、まあ、免許取る方だったりとか、まあ実際にトレーラー乗ってまだ日が浅い方だとか、もしくはまあベテランさんでもうトレーラー何年も乗ってるよっていう方もですね、まあ再確認っていう意味でですもんね、まあ今噛みましたね再確認っていう意味を持ったりとかね、まあ新しいトレーラーに乗る方に向けての動画がメインになるんですけども、はい、まあちょっとね、新しい方にね向けての動画、これからトレーラーに乗ろうかなっていう方、乗り始めの方に向けての動画になってしまうとは思うんですけども、少し、お勉強していきたいと思います。それではみやたんと一緒にお勉強していきましょう。はい、まずはね、トレーラーの、主な特性についてなんですけども、これからお話ししていきたいと思うんですけど、まずトレーラーといえば皆さんどう思いますか？はい、まあ一言で言うとすごい長いですよね。めちゃくちゃ長いんですよ。で、めちゃくちゃ長いっていうことはですね、やはり、大型トラックと比べて内輪差がすごく生じます。だから運転にすごい技術を要するっていうことなんですよね、皆さん。それとトレーラーといえば頭、よく皆さんヘッドとシャーシと言うんですけども、まあヘッドのことは、まあ、本当はトラクタと言うんですね。カタカナでトラクタ、はい、ここへテロップ出します。トラクタ ね、シャーシね、シャーシ、うん、で、このシャーシというのも本当はトレーラーなんです。皆さん知ってましたか？トレーラーって言ったら頭と箱がくっついて、これがトレーラーって皆さん思ってるでしょ。そう、違うんですよ皆さん。トレーラーっていうのは後ろの箱のことをトレーラーと言います。頭はトレーラーじゃないです。カタカナでトラクタと言います。トラクタと後ろがトレーラーです。はい、これを牽引するわけです。はい、で、俗に言う皆さん、これ一般的にこうね、トレーラーって一体もののこれが全部トレーラーって思ってる方が多いと思うんですけども、はい、これセミトレーラーって言ってね、トラクターがガチャンって繋いで引っ張っていくセミトレーラーね。まあ10トンと10トンが2つくっついてこう行ってる、めっちゃ長い21メーターとか25メーターとかね、走ってるトレーラー見たことあると思うんですけど、あれはフルトレーラーと言います。はい、まあその話はね、また、次回にでもね、またやっていきたいと思うんで、今日のお話はですね、まあ、本当に初心に帰って、トラック、トレーラーね、興味ある方、ぜひ最後まで見ていっていただけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、それでは、本題に移っていきたいと思います。まず、トレーラーに、乗ると、トラック、今までトラック乗ってた方にはない現象が、3つ起こります。その3つっていうのは、これからご紹介していきます。はい、まず1つ、みんな耳にしたことがあると思うんですけども、1つは、ジャックナイフっていう現象ですね。そしてもう1つは、トレーラースイング、これは聞いたことない方が多いかな。うん。そして3つ目はさらに聞いたことがないと思うと思うんですけど、プラウアウト。はい、この3つの現象が、トレーラーには、特性、特有にね、トレーラーの構造で起こりうる、現象となっております。はい、それを、みやたんが解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず1つ目、ジャックナイフ、これは皆さん聞いたことありますよね。ちょっと模型を用意します。はい、こういったトレーラーありますね。ジャックナイフというのはバタフライナイフとかこうあったってね、こうくちゃってこう折った形に似てることからね、ジャックナイフって言われるんですけども、ヘッドがねこうくにゃって曲がってこうなって事故をしてるの見たことないですか？ガッと折れてね、これジャックナイフの形から似てるからジャックナイフって言われてるんですけども、このジャックナイフ現象っていう名前自体がもうジャックナイフなんですよね。はい、このジャックナイフ現象なんですけども、まあ皆さんどういった時に起こるか、まあ雨の日だったりとか、まあ雪の日だったりとか、滑りやすい状況、特になりやすいですよね。で、この時、ジャックナイフっていう現象を知ってるんだけども、本当はどういう原理でどうなっているかっていうのまでは皆さん知らないかもしれないんで、一応、僕がお伝えできることをお伝えしていきたいと思います。はい、とりあえずジャックナイフ現象というのはですね、はい、この後ろの箱、トレーラーが、ありますよね、この箱。このトレーラー側が後ろからゴンと突くことによって、トラクター側が、制御不能となり、まあ、いわゆるこのヘッドのこの後輪に値します。ヘッドの後輪がロックされます。はい。後ろからトレーラーがグッとついてくる。そしたらトラクターが制御を失って後輪、ね、
この駆動輪ですね。駆動輪のこの後輪が、ロックされます。そして内側に入り込む現象です。これをジャックナイフと言います。はい。わかりましたか皆さん。はい。後ろから箱がついてくる。ね。で、後ろから突かれると、このピンのところにね、すごい、こう、力が加わります。そしたら、ピン一本で、キングピンとカプラーで支えているんで、右か左に力は逃げたいんですね。後ろからゴーンってついてこられると。ほんで、ガコーンって急激に入っちゃうんです。その時にタイヤがロックされるんですよね。ヘッドの後輪が。これがジャックナイフが起こりうる正しい、原理です。はい。はい。それではね、このジャックナイフにもしなった場合は、どうしたらいいのかっていう予防法をお伝えしたいと思います。特にカーブでの急制度を避けて、ハンドルを切りすぎないっていうことが、ジャックナイフにならない予防法となっております。はい。それでは続いていきましょう。次はトレーラースイング。はい。解説していきたいと思います。はい。それでは、トレーラースイングの現象についてお話ししていきたいと思います。はい。まずトレーラースイングって何なんだっていうことなんですけど、トレーラースイングというのは、今度は、さっきはね、ジャックナイフで、後ろからついてきて、ヘッドがぐにゃっと内側に入る。こういった感じ。これをジャックナイフって言いました。で、トレーラースイングというのは、走ってる時に、お尻、箱、ね、このシャーシがお尻にこう、お尻を振るんですよ。スイングしてるんですよ、スイング。振ってるでしょ。スイング。はい。これトレーラースイングって言います。頭は正常にまっすぐ走っているんですけども、後ろの箱が制御を失います。どういった時に制御を失うかって言ったら、特に、このジャックナイフ、トレーラースイング、プラグアウト。この3つの中で一番起こりやすいのがこのトレーラースイングっていうのが一番皆さんなった確率が高いと思います。はい。これはどういった時に起こるかと言いますと、特に空車の時に、強いブレーキだったり急制動をかけた時に、起こりやすいです。はい。特に雨なんか降っていると余計に滑ります。その時はどういったことが起こっているのかというと、こちら、後ろのタイヤ3つありますよね。まあ、二軸もありますけども、二軸も三軸もありますけども、この後ろのタイヤ、トレーラー側の後ろのタイヤが先にロックしてしまうんです。はい。で、ロックした時に後ろがこう振られます。ガーッと。はい。先ほどは、ヘッドの後輪、ジャックナイフの場合はヘッドの後輪がロックします。はい。で、トレーラースイングの場合は、シャーシ側の、ね、トレーラー側の、タイヤが先にロックしてしまいます。で、後ろが制御を失い、トレーラースイングと言って、お尻を振って対向車をなぎ倒したり、反対車線にバーンと言って、こう、大変なことになります。で、この場合の予防法なんですけども、まあ、もちろん急ハンドルとか急のつく運転は避けないといけないんですけども、こうなった場合にですね、対処法として、トラクターの方は正常なんです。こちら側がロックかかってるんで、こちら側は正常に生きてるんで、ヘッド側、ね、トラクター側は正常なんで、この場合はトラクター側のブレーキを離してあげます。で、ブレーキを離してあげて、ハンドルで舵を取ります。で、ね、急ハンドル絶対避けてください。後ろがこうふらついてるのに急に切ったら余計こんなになるんでね。はい。徐々にこうまっすぐこう、後ろが振ってても、こうなってるってもアクセル踏んで前に引っ張っていったら、こう、このヘッドがね、くにゃくにゃせんと、まっすぐにアクセル踏んで引っ張っていったら、このくにゃくにゃがだん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 こう引っ張られてきて、こうだん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 穏やかになってきます。こうです。無駄にこうやる、危ない危ない、こうなった、こっち切らな、こっち切らなってったら、どんどんぐにゃぐにゃになります。落ち着いて、ブレーキを、ね、ヘッド側のブレーキを解除して、アクセルを踏んで引っ張るっていうことですね。ふらついてるのを前に引っ張ってあげて、こう。間違えてもブレーキを踏むと、さっき言ったトレーラー、ジャックナイフになります。こうふらついてるときに、ヘッド側のブレーキ、ふらついてるときに、ヘッド側のブレーキをかけると、ヘッドがブレーキかかるんで、後ろから箱が避けつきます。ついたら避け折れます。はい。トレーラースイングからジャックナイフになる可能性がありますんで、皆さん、対処法を間違わないように気をつけてください。はい。それでは、次行ってみたいと思います。はい。これは皆さんあんまり聞いたことないと思うんですけど、プラウアウト現象。はい。これについて解説していきたいと思います。はい。はい、最後は、プラウアウト現象って皆さんあまり聞き慣れない言葉だと思うんですけども、この3つの中でもこのプラウアウト現象っていうのはなかなか皆さん経験がね、なったことが少ないと思いますけども、プラウアウト現象っていうのはどういうことなのかというと、先ほどのトレーラースイングってこうなってましたよね。こうなってたんですけど、まあ、同じく、後ろの、トレーラー側の箱の方ですね。言いやすく。まあ、トレーラー側というか、まあ、箱って言った方がわかりやすいね。箱とヘッドで。ちょっとお話ししましょうか。はい。箱の方がね、先ほどと一緒で箱の方が制御を失います。
そして、先ほどは箱の方が制御を失って後ろのこのタイヤね、ロックされます。ロックされてこうトレーラースイングなると言いました。はい。でプラウアウトは今度逆です。後ろのシャーシ、このねトレーラー側が制御を失うのは失うんですけども、ロックされる位置が違います。さあ皆さん、どこがロックされると思いますか？こんだけタイヤある中でどこだと思いましょう？どこだと思いますか？わかりました？わかった？わかりました？はい、では正解が、宮田、正解がっておかしいな正解宮田言います。はい、正解は、なんとトレーラーのヘッドの前輪に値します。はい、こちらがロックします。でこちらがロックするとどうなるかということですね。トレーラーの一番前のタイヤがロックすることによって、このトレーラーとトラクター、まあ、箱とヘッドが一直線になります。まっすぐになります。制御不能です。トレーラースイングはケツを振る、ジャックナイフは内側に入り込む。フラワートというのは、カーブとかでよくなります。カーブとかで、急のつく、まあ、動作、急ハンドルだったりね、こう急加速だったりとか、ガッてこうカーブでやった時にですね、前輪がロックしてしまうということが稀にあります。その時は、ヘッドとシャーシがカーブを本当はこう曲がっていきたいんですよ。ガーッと曲がっていきたいんですけど、ロックすることによってトラクター側が制御を失い、で箱が制御を失い、こうなった時にロックする場所が前輪、ヘッドの前輪がロックした時に起こりうる現象がプラウアウト現象です。その場合は、頭と箱ね、これが一直線になります。カーブやから普通はこう曲がっていきたいんですけど、制御不能です。まっすぐになります。そしてカーブから外れて外に落ちてしまうという、カーブを曲がりきれずに一直線でシューって落ちていく、まあ、ガードレールのところにね落ちていったりとか、これプラウアウト現象と言います。はい、皆さんお分かりいただけましたか？はい、今日はですね、まあ、トレーラーのこれから乗る方、まあトレーラー乗り始めの方、まあちょっとお勉強っていう意味でね、ちょっと宮田から久しぶりにね、こういったちょっとあの解説動画みたいなのをね、出してみたんですけども、いかがだったでしょうか？まあこれからね、あのトレーラー乗るにあたってですね、トレーラーというのは大型貨物と違って、トレーラーの、ね、特性をねよく知った上で、乗るように安全運転に心がけてください。はい、以上、トレーラージャパンの、YouTuber 宮田でした。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。